麻雀遊戯王。大泉さん出来上がってる本日もですね、たくみゆきこセレブリティの時間がやってまいりました。ありがとうございます。新しいお料理がですね、なんと天ぷらが届きましてですね、山盛りだったんですけど、みんながどんどん仕切れて食べちゃったんでちょっとずつ減って、撮影前にもう3分の1でもっと山盛りだったんですね。ということで引き続きですね、美味しいお酒と美味しい料理を楽しみながらゲストの方お話しいただけたらと思います。ダメだよ、ウィンクしながら舌出したらダメだよ。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫です。いけます、わかりました。早めにゲストの方お呼びしましょう、はい、ということで本日のゲストの方どうぞお入りください。イエーイありがとうございます。 MC も MC ならゲストもゲストだわ。この方でということでお名前をお願いいたします。最高位戦日本プロ麻雀協会西川理子です。よろしくお願いします。最高位戦なんだ。最高位戦なんですよ、ね、でもよく連盟の方と間違えられます。いや、わかんないなんか連盟顔だよねみたいな。連盟顔って何？いや、わかんないんですよ。教えてほしいです、私も。タバコの、なんかね、持ち方といい、入ってきてのトークの入り方といい、ヘリテで入ったキャバ嬢みたいなあ、よろしくお願いします。入りまして、さあ、そんな西川さんはですね、なんか以前出ていただいて、はい、ちょっとセラピーとかでも、ね、出ていただいたと思うんですが、結構お久しぶりの登場ですね。ありがとうございますよ、ね、本でもございまして笑い方に非常に特徴があるという、豪快な笑い方がとても素敵だと。豪快？豪快なのかな、まあ、うるさいですよね、私は。会ったことある？今ね、お互いですね、えちょっとお互いの会話をお会いしたことあります？そうだね西川さん、はい、その時に記憶があるかどうかなんて分からないじゃないですか。ちょっとその時のエピソードを西川さんお願いします。1回目お会いした時が、はい、何回かあったんだ。じゃ あそうなんですよ、はい、某グループのバーベキュー、はい、渋谷のバーベキューがあります。渋谷、あ、はい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 、あ、オッケー、はい、はじめまして、西川ですみたいなご挨拶をして、はい、まあ、2時間後には、うん、チューされましたよちょっとスキンシップした相手を忘れてるんですか、西川さん。まあ、言われてましたよね、おそらく。まあ、そうですねで2回目も回目はバーベキューでした。あ、バーベキュー、2回目もグループのバーベキューで、はい、原宿から歩いていくところです。え、渋谷と違うんだ。違います、場所が違うんだ。その時に西川さん、泉さんに初めましてって言われませんでした？大丈夫でした？どうでしたかね。あ、でもお会いしたことありますよって言いました。歴史って繰り返すんですよ、うん、3回目、いや、4回目ありました。3回目はいつだったんですか？麻雀バーを追ってる。あ、ウォッチね。西川さんはウォッチで働かれてる、ね、働いてました、うん、行った、うん、はい、お会いしました。いや、もうその時にはもう覚えてもらえてるもんだと思ってました。で、私今日、はい、会ったことあったっけって言われて、はい、そこそこの衝撃。ご自宅にもいたことあります。え、たこ焼き美味しそうになりました。え、あれ、え、本当にあります。泉さん、もう四捨五入したら2桁あったんですよ。大丈夫ですか？いや、本当に覚えてないんだよ。今の歴史で分かりました。え、新しい方？壁に穴が開いてるか開いてないかで判断してください。開いてないと思います。じゃあ新しい方じゃん、新しい方だわ。新しい方だわ。まあ飲みなよ。そして今日も忘れるんでしょうか、ね、今日も忘れられちゃうかも。でも毎回ご挨拶しますね。いや、なんかね、見たことあるなと思ってたんだよ。一番失礼じゃないですか。 LINE もありますよ。 LINE は本当つい最近なんですけど。え、私した？あの、潮干狩りの件で。あ、ですよね、私急に LINE いただいて、はい、うん、しかも西川さんから潮干狩り行きませんかとかじゃなくて、泉さんから送ったんですか？グループ LINE に潮干狩りのやつが出てて、はい、でそれを、はい、まあ、仕切ってるというか、こうまとめてるのがリコちゃんっぽかったから、はいはいはい、これはこうなのみたいな時間的な話とかを聞いたのよ。なるほど、なるほど。なので覚えてもらえてると思ってます。そうですね、そうですね、相談ね、覚えてる
ていうかね、なんかそこそこ知り合いぐらいの勢いですもんね。あ、そうですね。初対面です。初対面でした。吉川です。正解は初対面でした。間違えちゃいました。間違えましたね。では初めまして。もうすいません。あ、いやいや、この前です。お久しぶりです。お久しぶりです。こんなことってあるんですね。いや、なんかさ、あのさ、教会の女の子に似てない？どういうことですか？教会顔ってことですか？まさきゆきなかな？ん？え、言われたことない？ないです。なんかこの顔すごい見たことあると思って。いや、お会いしてますもんね。それは泉さんが酔ってる時の本物のに近かったんです。そうかな。はい、お会いしたことは。いや、だから誰に似てんだっけなーと思って、うん、さっきからあの辺にいたんだけど、はい、ってずっと見たことあるなと思ってたんで。私今日すごい楽しみにしてたんですよ。何度もお会いした泉さんとこうやってなんかお話できて。ハハ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 。西川は何度でも名乗るぞ。名乗ります。名乗ると。いや本当にね、なんかお客さんとかもさ、はい、やっぱこの間がどうとか言われるんすよ。知らんのですよ。私は楽しく酔ってたんですよ。覚えてないんだなって、ね、記憶があると思わないでください ね、 ね、まあ、酔ってないんだよね。あの雀荘とかでやってるんで酔ってないんだけ ど、 どでも覚えてなくて、はい、そうですよねって大体言ってるんですけど、大体覚えてないんで、本当にちょっと毎回前回どこで会ったかをまず解説してから喋ってほしいんです。私とあなたの出会いは何日か前のって、そうそう、どこどこでっていうか2回目はここでって言われたら、私だって聞いてるうちに、あ、なんかそんな気がしてくるなってちょっと思い出すんだけど、いや、だから今も某店のバーベキューでね、はい、あ、確かにあれでしょ、ハンモックみたいな、あ、そうハンモックあります。でしょ、はい、でしょ、はい、そう、似たいのに僕ぶら下がって写真撮ったよね。撮りました。ほら、あ、覚えた、ほら来た、覚えた。それは覚えてとか言いません。思い出したと。ね、いや、思い出していただけて、いや、よかったですね、よかったですね。そう、決して西川さんの捏造がなかったと思います。明るい出しました、ね、はい、西川さん的にはね、もう距離近かったわけですから。距離近いというか、でもよくしていただいて、なんか仲良く声がちっちゃいと話していただいて、なんか自信なくなってきました。なんかその時すごく楽しかったのに、ザーンと思って、目を合わせようとしないもんね。うち、うん、おいでよ、今度。あ、おいでよ。2回目の。1回目は誰いた他に？タダシさん。あ、チョクちゃん。吉田タダシですね。あとは宮田さん。ああ、はい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 。ちょっと下の名前忘れたけど。今両方覚えてないの。誰も知らない。誰も知らない。コメントに書いてください。宮田くんね。いらっしゃいました。いたね。え、それだけ？はい。あ、それだけ？結構夜遅い時間しか私が行けなくて、で結構多分飲まれてたと思いますよ、皆さん。すごい早い時間から本当はやってて、こんな時間にすいませんみたいな感じで。なるほど。途中合流みたいな感じで。あ、そうですよ、ね。夜遅くに行ったんですね。はい、もう覚えてるわけないです。でもバーベキューは最初買いました。あーあー、じゃあダメだ。ゲームは。今ご飯作って待ってるね。ありがとうございます。楽しみです。伊豆さんなりの食材。そうそうそう。いや、思ったね。今日こう、今日あのラインナップを教えてもらったの。はい、なんかあの何時に誰が来て、何時に誰が来てみたいなのが。でも正直みんな知らねえなってなって、まあ、ちょっとあの途中の飯沼さんだけは私ちょっとツイッターで絡んだ覚えがあったんで知ってたんだけど、でもこの西川、なんかちょっと見たことあんなとかちょっと思ってるんですよ。なんかうっすらの記憶がある。そう、西川という名前、なんか知ってんなこれって思ってたんだけど、はいはい、あるわ。ありましたね。ありましたね。よかったです。よかったです。今日は絶対忘れないですよ。本当ですか。はい、でも今日結構飲まれてます。もう飲まれてます。絶対飲まれてます。だから忘れたと言わせないぞっていう証拠のためにこの動画撮ってます。あ、そうですね。はい、あ、そうね、はい。そうそうそう。確認するようだから、これ私がね。今回のこの動画は、はい、皆さんに公開する動画というよりも証拠映像。あ、そうですね。証拠映像として見てます。記憶の。
まあ、どうぞ。申し訳ないんで。せっかくだから飲んでください。飲んでいただいて。麻雀遊戯王。だから本当に西田さんと話したかったことあると思うんですよ。話したかったこと、いやなんかたくさん考えたんですよ。何を話そうと思って。いいね。でも私なんかそのやっぱ悩み系がいいかなと思って考えたんですよ。はい、結構あの深刻で私の悩み。あら。彼氏ができないです。ああ深刻。今2年9ヶ月ぐらいいなくて。はいはいはい、もうすぐ3年だね。そうなんですよ、うん、ちょっとやばいなと。さすがにちょっとこれはできないといけないじゃない。やばいです。やっぱなんかその将来的結婚もしたくて、うん、まあ、子供が欲しいんですよ。なるほど、なるほど。でなんかじゃあそろそろ見つけてやって何年か後に結婚したいなみたいなビジョンがあるんですよ。全然そうです、ね、見つからないです。彼氏は見つからないわ、泉さんに覚えてもらえないわ。聞きましょう。さ、そういうの分かんないんだよね。分かんない。いるじゃん、まあ、マージャンプロのさ、はい、女子プロってよくいるんだよ。なんかその彼氏できないみたいな。でも別にみんな可愛かったりとか、うん、来ると思えば絶対できるんだよ、あいつら。あの、こいつらもそうだけど。でも誰でも付き合えないですよ、ね、誰でも付き合えないじゃん、うん、でも、なんだろう、なんか別にそれが相手のビジュアルだったりとか収入だったりとかっていう問題ではなくて、なんか単純に別に好きになれば別に人って何でも付き合えるんですよ。好きにならない人種っていうのがいてさ、うん、はい、そうなんです。そうなんだけど深刻です、これは。西田さんも深刻の時は深刻で顔してくる。全然顔が深刻じゃないから。顔がさ深刻ですよ。深刻なんですか。私前の彼氏ちなみに知ってますよ。だっけ。そうなんですよ。そう。条件反射で食べながら聞いてください。ご存知ですよね。はい、おそらく仲良かったですよ。仲良かった、仲良かった。はい、でもちょっとその方とお付き合いして疲れてしまって。ちょっと待って。何歳？28です今。なので25の時ですね。もうプロになったかなってないかぐらいで、プロになってちょっとして。お別れしたので、そこからいないです。それ結構何年か前の話？3年前です。ずっと3年前です。いただきます。ちょっと、ちょっと動きは荒げますけど、しっかりしろ。おいしい？めっちゃおいしいです。よかったー。肉やばいです。あー、ちょっと今めっちゃ面白いわ、今。大爆笑してましたもんね。そう。あー、それがあれ？みたいな。熱くなっちゃった。でもちょっとメンヘラで、ああ、わかる。疲れちゃって、それでお別れをして。あ、そうなんですよ、うん、でメンヘラの方って、うん、なんか自分のことを一番に好きじゃないですか。うん、なんかその、うん、大切にされてる感があって、うん、なんか居心地よかって結構付き合っちゃったんですけど、うん、やっぱりなんか愛の重さの差があるというか、はい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 、なんか私はその時プロ1年目でお仕事頑張りたい、うん、なんか休みなくても平気、はい、でも彼は西川みたいな、はいはい、仕事西川みたいな感じだったと思うんで、多分それの差が感じて多分メンヘラっぽくなっちゃったんじゃないかなと思って。わかる。わかりました。向こうはだって他に何もないじゃん。おー、言うにこと書いて、言うにこと書いて何もなかったよ。いや、別に、うん、なんていうの、悪口とかではないんだけど、はい、やっぱりあのいろんな可能性が減っていくお年頃なところで、18歳上だったんですよ。そう、若い女の子を捕まえて、すごいウキウキしてたのはまあ知ってるんですけど、はいはいはい、幸せなら良かったなって思ってたけど、うん、まあ長く続かないんだろうなとは勝手に思ってたけど。いやでもその方と付き合って思ったんですよ、はい、やっぱその方年齢上なので、うんうん、なんか結婚っていうワードが付き合って1週間ぐらい出たんですよ。おで25歳東京出てきたばっかの私は結婚みたいな、うん、まだ準備、あ、そうなんですよ。でもなんかそのやっぱ人と付き合うって結構責任あるんだなみたいな、その人の人生を共にするのって結構覚悟いるんだなと思ってしまって、なんかその方と別れてからちょっとひよってます。
なんか誰かと付き合うみたいな、そんなノリとか、はいはい、いいかもバンで付き合うのがちょっとなんか気が引けちゃうというか、ちょっとノリで付き合うにしてはちょっと重たくなってしまうから、そうなんですよ。いやもうそれは本当に人によるよね。逆に向こうがそのパターンだったらあるわけじゃん、なんか重い女やみたいなパターンだったらあるわけだし、前回のがまあそういうタイプだっただけで、その全国平均がそうなわけじゃないんで待ってあげてください。泉さんは天井カメラのぐらい間を止めて話してる。多分今その人のことを思い浮かべながら喋ってるんだなって。ああ分かって、なんか笑けてきちゃって、はい、もうお二人の中で顔が浮かんじゃってるんで、ね、いやちょっと仲良かったんで。そうですね、はい、そうそう、でも私おじさん好きなんですよね、ちょっと、はいはいはい、あの年上好き、そうなんですよ、まあ、いい年齢な、ね、そうでも結婚したいとか子供欲しいとか思うとおじさん良くないのかなとか思えてきちゃって。あでもそれはそのね、逆はさ問題あるじゃん、なんだかその女性が上だと産めないとか問題がいろいろ出てくるけど、逆は別にさ奥さんがちゃんとできれば別にいいだけの話みたいな気がしちゃうんだけど、私。なるほど、まあね、男性は基本的にやっぱりそのお金を持って帰ってくるのが仕事だから申し訳ないけど金子のとき、ね、金子のとき年齢そんな関係ないからみたいな、昔どうするの、年の差は別に気にしなくてもいいの、いいんですかね、おじさん好きなんですよね。今日は性癖を言いに来ただけですよ。わかんないですけど、いやでも2年9ヶ月いないって結構深刻じゃないですか。ね、だからなんかなんていうの、そういうタイプじゃないんだよね、バンバン人好きみたいな、うちの宮内小出さんみたいな、うん、なんかまあできない人はいや。あのウォッチじゃないんですよ。すいません、タバコいいですかじゃないんですよ。ウォッチでは接客してて、お客さんまで吸わないです。あ、そうなんですか。ちゃんと裏行って、はい、自分のちょっとタバコ吸ってくるわって言って、お客さんの前で。ここいいんだ。もうここは全然吸ってもいい場所。いやでもいいよね。こういう子が好き。うん、なんかオープンな感じの子。ね、隠したりはしない。覚えてもらえますかね今日で。こういう子は好きだけど覚えづらいかもしれない。覚えづらい、いい子。ご飯作って待ってる。ありがとうございます。私がぜひ遊びに行きます。ご飯作って待っててね。行ったら始めましてって言われる。本当に気をつけてください。いやなんかすごい理想は、うん、なんか仕事とか大事なものがあって、うんうん、隙間で私と会ってくれるような。なるほど。隙間時間に。100%いかがですか。100%2時間離婚は必要ないんですよ。あ、そうそうなん、隙間時間に2時間離婚。隙間時間に会ってくれるぐらいがいいかな。うん、なんかちゃんとしたデートとかも向こうが忙しければ3ヶ月に1回とかでいいなみたいな。うんうん、3ヶ月に1回。あとはもう隙間で会う。結構じゃん。既婚者とかそういうのいる。そうそう。ダメですよ、既婚者は。西川さん的にも、忙しいというかやりたいことがたくさんあるから、西川さんも結構隙間時間で行くからっていう。あ、そうです。だからこそ向こうも隙間時間で行く。そうですそうです。なんかその麻雀プロの方って、うん、そのまあ忙しいじゃないですか大体。うん、でまあ普通にサラリーマンされてる方もまあバーで働くことも多いので時間はないから、どうしてもどういう方と付き合っても隙間だと思うんですよね、私。なるほど。じゃあどういうのが好き？好みのタイプ。変な人。なんか性癖ばかり変な人。あ、でもあの上手な人がいいです。何がそれはちょっと分かんないじゃん。 B になるんです。あの普通に流しますよ。だから西川さんの好きな人は、おじさんで変な人で得意ってことじゃないですか。あ、そうです。はい、尻尾はできないです。できないですかね。あ、でも上手じゃなくていいです。お、そこ上手にするんで。この動画を公開するのはやめます。フルカイとかされないとかじゃなくてフルカイとか。いやでもなんか私ももうずっと彼氏いなくて、はい、そういうことしてなさすぎて私もごめんなかもしれないけどお互い様ね。お互いちょっと上あの高みを目指せれるような向上心のあるような、向上心のある人がいるんだ、はい、お互い高まっていこうとして。そうですそうです。いや私は今いろいろ考えてるね、どれがいいかなってそれに対して。じゃあちょっとそれについては後でまあ話し合うとして、はい、OK、ね、OK、 OK、 OK、
今日はまず覚えてもらうことから始めてください。あ、そうですね、もう覚えていただけそうです。西川理子ちゃん、はい、あのちょっとね、あ、思い出してきた。確かにチョクちゃんがなんか LINE してた気がする、はい、西川理子ちゃんを連れてくって言って、はいはい、でうちに来た気がする、気がする、うん、また待ってね、はい仲良くなるし、よかったですね、はい、よかったです。多分覚えてないです、確認だけしてください。そんなもんなんで、ちょっとね、お時間近づいてきましたんで、はい、はい、ちょっとまた、ね、この後もね、ちょっとお酒飲みながら、はい、はい、引き続きちょっと、ゆっくりご飯を食べていただいて、はいはい、どんなおじさんが一番いいかって探っていただけたら、ね、ああ、不愉快だった。すごい、不愉快だった、うざくないって言われた、不愉快だった。そういうこと、これやばいですよね、もうすぐ3年いないんです。そうですね、はい、なんか言うんですか。やばいなと思って。いや違うんだよ、でも私なんかさ、違うんだよ、なんかいないっていうやつっていないんだけど、はい、別にそれはなんかただ彼氏がいないだけであって、はい、別に男はいたりするだとかさ、うん、なるほどなるほど、そう、なんかあんまりなんかこういうやつはこういうこと信じてないから信じられてないですよ、本当にいない、混じり合ってないです、本当にいない、彼氏もいなければその恋に知るというような男性も全くいない、ないです、いない、枯れてます。いや今ね、何が悔しいって言うのその一言を待った自分が悔しい。その場を作った自分が一番おかしかった。終わりにしていいですか、もう終わりにしますよ、ね、え、終わりにしちゃうんですか。もうちょっと、もうちょっと、もう楽しくなってきちゃいますよ、私は。会社遊戯初のフェイドアウトアウト。フェイドアウトでも。まだ終わんないよ。終わんないよ。終わると思ったでしょ。終わんないんだよ。いや、でもどの飲み会行ってもマジ彼氏欲しいしか話してないです、最近。誰か通報してください。できるじゃん。できるじゃん。別にだって顔かわいいしさ。うん。なんか勝手に止めるんだけどね。え、これじゃあ勝手に止めようとしてる。もうピンチなくなってきた。そうですよ、西川さんが話し出してからいつもよりもバッテリーの減りが激しくなる。私のせい、バッテリーの減りが激しくなる。まあでも全然この後も話していただいて全然大丈夫なんで、はい、最後まで近くにいてくださいということで、はい、本日のゲストは西川理子プロでした。ありがとうございました。西川でした。ありがとうございました。今日編終了です。